香川健吾は大阪府茨城市出身の元プロ野球選手、宇藤左だ。小学3年生の時から野球を始めると、中学生時代には元阪神タイガースの赤星のりひろが設立した、レッドスターベースボールクラブに所属していた。高知中央高等学校への入学当初は外野手としてプレー。2年時の春から投手としての練習を始めると、秋から本格的に転校した。 3年春の高知県総体では、高知商業高校との試合で本類から中堅までの距離が121メートルである高知市野球場のバックスクリーンにソロ本類がを放った。3年夏の選手権高知大会では、おこ高,高校との3回戦で自己最速の時速148キロメートルをマーク。無支球1失点という内容で関東勝利を収めた。しかし、続く、 高知高校との準々決勝では延長10回まで戦った末に1から2で敗退し、在学中には春夏とも、甲子園球場での全国大会への出場はなかった。2012年度プロ野球ドラフト会議で東京ヤクルトスワローズから3巡目指名を受け、契約金5000万円、年俸600万円という条件で入団。入団当初の背番号は35。2013年には、 イースタンリーグ公式戦3試合に登板、0勝1敗、防御率9.00を記録した。2014年には、4月10日に、腰椎椎間板ヘルニアの摘出手術を受けたため、1.2軍とも公式戦への登板機会がなかった。2015年には、イースタンリーグ公式戦3試合に登板、0勝1敗、防御率8.44を記録した。二千十六年には、 イースタンリーグ公式戦19試合に登板。2勝3敗、防御率7.28という成績を残した。入団以来1軍公式戦での登板機会がない、まま10月1日に、球団から支配下選手契約の解除を通告されたが、通告後も球団に席を置いたままフェニックスリーグへ参加。11月22日には、育成選手として契約を結ぶとともに、 背番号を117へ変更することが球団から発表された。2017年にはイースタンリーグ公式戦で過去最多の28試合に登板。5勝6敗、防御率4.43という成績を残したが支配下登録選手への復帰や一軍公式戦へのデビューには至らなかった。育成選手に関する NPB の規定で10月31日に 一旦自由契約選手として講じ、講じ後に育成選手として再び契約を結んだ。2018年にはオープン戦の途中から一軍へ昇格すると救援投手として当番を重ねた。3月20日には支配下登録選手へ復帰するとともに背番号を62へ変更。さらにプロ入り後初めての一軍公式戦、出場選手登録を 開幕1軍入りで果たした。4月3日の対広島東洋カープ戦でプロ初、登板も果たしたが、結果としてこの年は1試合の出場に止まった。2019年は、イースタンリーグ公式戦16試合に登板。4勝5敗、防御率3.70という成績を残した。2試合連続関東勝利を挙げるなど成長を見せた。9月15日に松田スタジアムでの、 広島東洋カープ戦で先発登板し5回と2、3を1失点に抑えプロ入り初勝利を挙げた。2020年はイースタンリーグ20試合に登板し防御率1.95の高成績を残したが1軍での登板はなく11月2日に戦力外通告が公示された。2021年からは社会人野球の日立製作所でプレーを続ける。 長身から投げ下ろす最速時速1 4 8キロメートルのストレートが吹き、キレの良いスライダーを中心にカーブフォークと多彩な変化球を投げられる。ヤクルト入団後の2016年春季キャンプ前には小川康弘と共に上原孝二の自主トレーニングに参加し、上原から素材は素晴らしいとの賛辞を受けた。また、 プロ入り初勝利を挙げた際は、上原から祝福を受けている。ありがとうございます。